こんにちは、古章です。世界の名作文学を5分で語る。時には10分くらいかかってしまうという、まあそんな気楽なコンセプトで、世界文学の名作とそれを書いた作家やシーンについて気ままに楽しく語っていくチャンネルです。はい、えー、今回はですね、えー、最近あの、誰かの何かの作品っていうシリーズで、 ずっとやってましてですね、えー、なんかこう、広域的にしゃべることが少なくなってしまったんですけど、今日も一応ですね、えっと、ロバート・パーカーの初秋という小説をご紹介しながら、まあ、アメリカのこうスリラー、ミステリー、ハードボイルドについて思うところを、まあ、簡単に喋ってみたいなと思います。 このアメリカのハードボイルドって、まあ、結,構結構好きってわにはあんまり読んでないんですけどヨーロッパとかの小説が、まあ、世界文学の本丸みたいな感じですけどねこのススペンスロバート・パーカーさんって、えーこ,こ,んなね、こんな人でチャンドラーの方がかっこいいですけどね <laughs> っていう感じですけどこのパーカーのスペンサーものっていうのがあって、えー、スペンサーっていう探偵がいてですね でこれがあの昔、あの会社で飲んでた時にですに、ね、先輩がミステリー大好きな人で今でもはっきり覚えてるんですけどあのフィリップ・マーローから時代は変わったとと、ね、その人はあのとうとうと酒を飲みながら論じてましたね。今やアメリカの探偵ははハードボイルででなくもうおしゃべりで普通に いろんなことに興味を持って、明るく楽しく生きている探偵があのついに表に出たみたいなことを言ってですねたあの、ハードボイルドのフィリップ・マーローからこのスペンサーになったんだみたいなね、そんなことを飲みながら言ってました。はいえっと、で、その影響で実は読みましてね、えー、でもまあフィリップ・マーローはね、誰でも昔知ってましたけど、このスペンサーってね、 読んだのはとても面白かったんですね。で、僕はこの、でこうたくさん本屋に、今あんまりないかもしれないですけどね、昔はもうスペンサーものつってって、どうですかね、こんな本屋に必ずこれぐらいのコーナーでね、えー、ロバート・パーカーのスペンサーものってありましてね、で読めば必ず面白かったですね。他に、ただ僕はあんまり読んでなくて、この、 この本、この書集という本とですね、あと嫉妬というのとですね、嫉妬ってあのメジャーリーグのね選手のあれですけど、ちょっと約束の地というねえ、3冊読んだだけですけど、どれも面白かったですね。で、まあ、フィリップ・マーローの,あのチャンドラーのね、えー、長いお別れであるとか、えー、さらば愛しき人よであるとか、プレイバックとか高い窓とかね、えー、その辺全部よ あと、虎中の女とか、2、3回ずつ読みましたけど、えー、まああれはね、あの加藤和彦ね、ね、えー、ミュージシャンの加藤和彦も好きでですね、あのヘミングへの次にはチャンドラをいつもかつも読んで、えー、っとマルタのタガというね、えー、アルバムもチャンドラーに触発されて発表してましたね。で、このこのスペンサーってあのよくバスケットの試合を見に行って、ビールをね、ビールをなんか。 3リットルぐらい1人で飲んで、アメリカ人ってすごいなってね、まず最初、それが印象的でしたけどね、3リットルビール飲んで車運転して帰ってましたね、いいんでしょうかねみたいなね感じですけど、で実はですねこの初秋、今ちょうどねまさに初秋ですけどね、今日は中秋の名月です。 あの中秋だから初秋じゃないのかいやいやアーリー・オータムっていう意味では <laughs> 初秋ですねきっとねでこの初秋という本は実は30代の頃、えー、56年連続毎年秋に読んでたんですよね秋になるとこの小説を読んでたっていうことでこんなにたくさん付箋もね貼ってね、えー、とても楽しみましたでスペンサーものはどれも面白いって言いましたけどこの初秋が一番僕は好きというかあった 的に好きこれだったらあ長いお別れに、まあ、僕の中ではですよ長いお別れに匹敵するぐらいチャンドラーにフィリップ・マーローに匹敵するぐらいこの小説は素晴らしかったですねただね、えー、ちょっとこう安直な表現とか安直な展開とかあってまあ,あのチャンドラーの重々しさというかねあの深みみたいなものはないんですけど個人的にはまあ、とにかくね本当にこの小説好きなんですよでまあ、ネタバレ おおこ,これはネタバレしたら面白くないかもしれないからストーリーを言わないように一部紹介したいと思うんですけどあの、うん、そうですねどれぐらいまで言おうかなそんなに大きな事件があるわけじゃないんですけど、まあ、要はあの、まあ、メインの、ね、面白い筋立てとは別に、えー、両親からいいようにされてる まあ10歳ぐらい、12歳ぐらいかな、十の男の子はいるんですよ。で、えー、まあ両親ともね、お互いにあの仲悪くても離婚することになってて、その,その材料とだけ考えて、その男の子に接してて、えーっとまあ、親なんだけど、真の愛情がないようなね、そんな感じで、でまあ、このスペンサーは探偵としてですね、うんまあ、この男の子をね、えー、このお母さんが、 まあお父さんのところにいるから、あのちょっと連れ戻してほしいっていう、まあ、そういう依頼からドラマが、物語が始まるんですよ。で、連れ戻すんだけど、お母さんもろくな女じゃないんじゃないかみたいなことになって、結局ですね、えー、いろいろ会ってるうちに、自分の山小屋に連れて行ってね、しばらく一緒に過ごすんですよ。で、山小屋に行ったら、あのテレビ持ってこなかったのって男の子は聞いて、うん、そんなものはないとかって言ってね。 で夕食が終わると、私は本を取り出して読み始めたってスペンサーが言うんですけど、うん、ってそこをつまらなそうにする、まあ、ポール君って言うんですけどね、テレビがないなんて信じられないみたいなことを言って、本を読めばあそこにいろいろあるって言って、ね、本を読むのは好きじゃないんだみたいなね、そんな会話から始まって、そしてですね、えー、だんだんこう、ね、僕はこうハマっていくんですね。 まあこの両親とも愛されてなくて、いつもいいようにされて、ねあれなんですけど、自分がコントロールできる事柄がある場合は、それに基づいて必要な判断を下すのが懸命な生き方だとかね、いきなり子供にこんなことを言うわけです。でであのととにかくお前はウェイトリフティングでもしろみたいなことを言って でそのな、なんで人生に <laughs> こう頑張るときにウエイトトレーニングしないといけないんだって子供が聞いたら得意なものが何であるかということより何か得意なものがあることの方が重要なんだお前には何もない何も関心がないだから俺はお前の体を鍛える。 丈夫な体にする。両親からろくに育てられてないんで、何にも関心ないんですね。僕には愛情を注いでくれる人がいないみたいな感じのトラウマを持っててね。10マイル走れるようにするし、自分の体重以上の重量が上げられるようにする。ボクシングを教え込む、小屋を作ること、料理を作ること、力いっぱい働くこと、苦しみに耐えて力を振り絞る、意志と自分の感情をコントロールすることを教える。そのうちに、できれば読書、美術鑑賞やホームコメディのセリフ以外のものを聞くことも教えられるかもしれない。 しかし今は体を鍛える。一番始めやすいことだから。みたいなことを言ってね。んで、あのー、 とにかく、両親のもとにもしお前は帰るんだったら、お前はそれまでに自立できる能力を身につけなきゃいけないんだよって言って、えって子供が驚いて、自立心だ。自分自身を頼りにする気持ちだ。自分以外の物事に必要以上に影響されないことだ。お前はまだそれだけの年になっていない。お前のような子供に自主独立を解くのは早すぎる。しかしお前にはそれ以外に救いはない。両親は頼りにならない。両親が何かやるとすれば、お前を傷つけることくらいのものだ。お前は両親に頼ることができない。お前が今のようになったのは彼らのせいだ。 両親が人間的に向上することはありえない。お前が自分を向上させるしかないのだってね、とうとうとこの 10, 10歳か12歳ぐらいの子供にね、こんなことを教えながら、えー、そしてねあの、なんかこの子はだんだんダンスをね、踊ることをこう好きになってですね、でダンダンス、ダンサーになろうかなみたいな感じになるんだけど、まあ、ダンサーになるにはつらい修行をしたり、 えー、なんかね、こう、全寮制の学校に入らなきゃいけなかったり、それはそれで大変だみたいなことを言ってるわけですよ。で、あでも、ダンスに興味があるんだったら、ダンス学校に入れよってね、このスペンサーが言うんですけど、うん、で、まあ、それでいろいろ話してるうちにですね、 あのスペンサーさんが僕と一緒に暮らしてよみたいなことを言うんですけどいやお前はいずれ俺から離れなければならない自立というのは事故に頼ることであって頼る相手を両親から俺に変えることではないんだ俺はあ政治学でいう過渡的調整者なのお前にとってみたいな、ね、ことを言うわけです。であの結局ねこの子はスペンサーと一緒にいるうちにとてもこう、まあ、スペンサーの影響を受けて 頑張ろうみたいな感じになって、ですねダン,スダンサーのバレエ学校にね全寮制のところに行くんですよ。で、この費用をどうやって練出するかっていうのがね、最後のオチで、両親からですね、取ったのか、どっから取ったのか、えー、自分で出したのか、これはネタバレしない方がいいと思うんですけど、まあ、痛快な終わり方をして、でまあ、いずれにしてもこの子はですねじ、まあ10、10歳か12歳、そこらなんだけど、スペンサーの影響で、 えー、自分の道を自分で切り開いてバレエのダンサーになるんだみたいなね、そんな道を歩んでいくっていうことで、まあ、これをね、あのヘミングウェイがあの毎年マーク・トウェインを読むって言ったり、リア王はいつも読む、リア王を読むと元気が出るみたいなね、えー、そんなことをインタビューで答えたことがありましたけど、僕もあのこのパーロバート・パーカーの書集を読むと元気が出るんですよ。まあ、こう世界文学史的にね、この小説が、あの モーパッサンやドステフスキーに匹敵するような小説かというと、全くそんなことはないですけどね、しかし僕にとっては、これはですね、どうですかね、マクベスと同じぐらいの威力は、マクベス以上かもしれないですけど、かなり個人的には、えー、この高い位置にいる小説です。ということで、ちょうどアーリー・オータム、今の時期に読むとぴったりです、面白いですよ。ということで、えー、今日は以上です。 またお会いしましょう。ありがとうございました。